こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では30代40代の男性はどういったお店で買い物をすればいいのかについて少しお話をしたいと思います。僕がいろんな大人の男性とお話をしていると、20代前半から買い物をしているお店が変わらないっていう方本当に多いんですよね。これはね、仕方がないのかなと僕は思っています。20代前半、学生時代っていうのは私服の時間も多いので、割とファッションにもこう、ね、意識される方多いと思うんですね。それが社会人になるとどうしてもこう、週の5日間は仕事の格好になるので、休日着を着ることはなくなるんですよね。もう本当に少なくなると思うんですね。そしてお仕事も忙しいし、ご家庭もあったりするとファッションっていうものにこう集中する時間ってやっぱりどうしても少なくなってしまうので、20代の前半でファッションっていうものが止まってしまって、そのまま30代40代を迎えている方はすごく多いのかなと思います。そうなるとやっぱり年齢を重ねていくと20代前半のブランドだとかお洋服がなかなか似合いづらくなってくるんですね。ですのでやはりこう分かりやすいのはお店を変えるとファッションも変わっていくので、皆さんには改めてお店選びというところを考え直してもらうといいのかなというふうに思っています。特に20代前半だとなかなかブランド名を具体的に言うことは動画ではできないんですが、本当に10代20代の男性が通っているようなファッションビルとかってあると思うんですよね。そういうところに入っているブランドっていうのはやはりちょっと30代40代には若くなりすぎてしまうというか、若作り感が出てしまうので避けた方がいいと思います。お店に入って、お客さんが本当にこう若い人ばっかりの場合はちょっと考え直した方がいいのかなと思います。じゃあ具体的に僕らはどういうお店で買い物すればいいのかというと、例えばユナイテッドアローズだとか、あとはエディフィスですとかエストネーションですとか、こういったセレクトショップと呼ばれるような業態は、確かに20代の方もお客さんとしてはいらっしゃいますが、30代40代おしゃれな50代の方なんかもいらっしゃるので、大人の男性には適したお店なのかなと思います。デザインもベーシックなものも多いし、少しこう上品なもの、価格帯が高くなってくると素材感も安定してくるので、そういった意味ではユニクロだとか GU もいいんですが、もう少しセンスが良く、なおかつ素材感がいいものも揃いやすいので、ぜひセレクトショップというものを活用された方がいいのかなと思っています。で、あとはお店、買い物する地域みたいなものも少し考えてみるといいのかなと思います。例えば、東京という場所でもいろんなところにお店がありますよね。ユナイテッドアローズ一つとっても、渋谷にもあるし、新宿にもあるし、池袋にもあるし、いろんな場所にあると思うんですね。なんか大人の男性が行きそうな場所っていうと、僕は例えば丸の内であったりですとか銀座であったりですとか、ちょっとファミリー層だと二子玉川ですとか、そういうような大人の男性が行きそうな場所、好みそうな場所で買い物するのが一番いいと思います。そういうところに行くとやはり男性、大人の男性が好みそうなセレクトになっていたりですとか、店員さんも落ち着いた方が多かったりするので、その地域みたいなものも意識してみるとすごくいいのかなと思います。ぜひ皆さんの年齢に合ったお店選びというものを少し考えてみていただけたらなと思っています。以上、スタイリスト大山俊でした。